ギャルガン悪魔の子、クロナちゃんだっけ。クロナちゃんに私の状況のこと何か聞けた？です。ズバリ悪魔を人間に変える方法を聞いてきましたよ。え、本当？はい。あ、ですが少々準備に時間がかかりまして、今私の方で進めてはいるのですが、詳しいことは準備が整い次第ご説明いたします。です。展開の掟があるので、普段悪魔退治のお力になれない私ですが、今回は掟の外の話ですし、バリバリ働かせていただきますよ。期待しちゃってもいいんだよね。あなたのこと信じてるからね。バンバン依頼こなしていきましょうね。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。我が社の未来はマスターの双剣にかかってます。前にいます。
お待たせしました、ナナコ様。準備整っていますよ。これが悪魔を人間に変える方法？はい、魔界リンボーダンスだそうです。あのバーをくぐった時、悪魔はその魔力を失い人間に変わる。つまりナナコ様は人間に戻れるらしいです。元には戻りたいけど。善は急げと言います。あ、今のナナコ様は悪魔ですから、悪も急げですね。私悪なの？始めましょう、レッツリンボー。頑張ってくださいナナコ様。ファイヨーです、ファイヨー。そんなこと言われても。こんなの無理、胸がつっかえちゃうよ。なんと。ですがこの試練を乗り越えなければ、ナナコ様は人間には。なんで私がこんな目に。バカです、お腹よじれちゃうです。この笑い声は。いやー、お前らにはしこたま笑わせてもらったです。満足したですし、そろそろいいですかね。あ、どういうこと。実は魔界リンボーはクロナのついた真っ赤な嘘、クロナのいたずら、ドッキリ大作戦だったのです。そんなひどいですよ。私は一体何のために。おそらくそこの人間は悪魔学校きっての落ちこぼれだったのですね。悪魔学校の卒業試験で落第点を取ると、最悪の場合記憶を消されて人間として地上に追放されることもあるって聞いたことがあるです。ま、そんなケースは千年に一度あるかないかの話ですけど。そんじゃまネタバラシも終わったことですし、クロナは退散させてもらうとするですかね。あ、私が落ちこぼれの悪魔？ナナコ様、すっかり落ち込んでしまっています。私が騙されたばっかりに。二人まで落ち込まないでよナナコ様。へこんでたってどうにもならないもんね。決めた、私お母さんに聞いてみる。考えてみたけど、クロナちゃんが言うように、もし私が魔界から追い出された悪魔なら、人間のお母さんがいるのはおかしいもん。え？確かにその通りです。仮に私が魔界から来た悪魔だったとしても、お母さんなら何か知ってるはずだし。尻尾とか角が恥ずかしくって言い出せなかったけど、もうそんなこと言ってる場合じゃないしね。ありがとう、私勇気出すよ。
本日はいかがいたします？はい、頑張りましょうね。強力な悪魔さん反応があったから来てみれば、悪魔さん一体何をしているんでしょう。マスター、近くに行ってみましょう。アホ天使、いつもと違う様子ですけど何かあったんですか？なんでもないですよ。全然なんでもないですよ。クロナ、別にお前から預かったカードキーをどっかに言うことしたりしてないです。え、あ、言っちゃったです。落としちゃったんですか？ごめんなさいです。多分この辺りだとは思うのですが。マスター探しましょう。本当にすまんです。なくすつもりはなかったんですが。クロナも手伝うです。絶対に見つけ出しましょうね。近くに何かあるようですよ。ないですね。それは違うようですね。何もないようですね。近くに何かあるようですよ。ここらに落としたはずです。よく注意して探しましょう。どこに行ったんですかね。Oh!
ったですね。どうしたですか、天使。いいえ、カードキーは受け取れません。です、なぜにです、怖いです。マスターと決めたんです。二人で頑張って会社もあなたも見返すんだって。だからそれはあなたに勝って取り戻してみせます。天使、お前わかったです。それなら手加減はしないです。今すぐ決着と行きたいところですが、クロナ、朝からカードキー探してて正直ヘトヘトです。お互い次に会う日までコンディションをベストに整えておくです。わかりました。こちらも再生の日までモテオーラを高めて準備しておきます。それまでカードキーは悪魔さんが預かっていてください。わかったです、預かっておくです。それじゃあ天使、人間、また会おうです。あの、はい、はい、頑張りましょうマスター。今日は大変でしたね。マスター、マスター、マスターの日頃の活躍を評してエンジェルリング社から粗品が届いてますよ。早く開けてみましょう。人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。よう兄様、お菓子くれるのか。さすが兄様。兄様は私に外に出て学校に通ってほしいのか。私と一緒に。バカバカ、いきなり何言ってんだ。いきなり登校は心の準備が必要だから、まずは人気のないところで試させてもらえないか。あの、兄様も一緒に。私だって兄様と一緒に登校したいんだからな。今日は大変でしたね。お疲れ様でした。